お疲れ様です。マピューです。今回はひな祭りスパルム使います。でこれは個人的な話なんですが、私スパルムかなり好きな駒です。あの好きな駒ランキング作ってって言われた時に、多分そのランキングとか私まで作ったことないんですが、間違いなく上位に位置するキャラクターですね。というのも、まあ、このスパルムっていうのがもともと強駒なんですが、その強駒のスパルムが進化と遠かって、その遠かをリーダーとしたデッキ、スパルム耐久っていうねデッキがあるんですが、そのデッキ私一時期使ってて、かなり好きな駒なんですね。で何が好きかって、これバレンタインスパルムとかひな祭りスパルムとか出てきたんですが、スパルムのいいところって幼女形態とお姉さん形態があるんですよ。で個人的にはお姉さん形態が大好きなんですね。うん、なんかこう色気を感じるというか、雲女ってすごい魅力的だと思うんですよ。ただですね、こう今回ひな祭りスパルム実装されるにあたって10日がまだ実装されてないんですよ。進化で出てきたので、おそらく来年に10日実装かなという流れになるかと思うんですが、やっぱりこう進化と10日ってスパルムあった時に、進化は幼女体験になるんですね。なので10日の実装を早くしてほしいっていう気持ちがあったりするんですね。でその10日の性能なんですけど、個人的な要望としましては、リーダーオーラでこう毒効果アップなんかがいいと思います。だからリーダーで手駒にある間発動して、盤面 の, その毒スキル、ただ盤面じゃなくてもいいか、毒スキルの効果を 50% いや 60% はたまたも 100% アップするみたいな、2倍になるみたいな、それぐらいぶっ壊れてもいいんじゃないかなと思うんですよね。何が言いたいかというと、あおはようということで、今回は進化ひな祭りスパルム使います。性能がですね、吸収スキルです。自分のデッキの駒が全て魔族生活 HP が 70% 以下で発動でき、盤面で表になっている間毎ターン相手の HP を500吸収して、コンボスキルが盤面に自分のマゴマが2枚以上あるときに発動して、最大 HP の 9% 分、相手の最大 HP の 9% 分の特殊ダメージを与えるということで、コンボスキルもなかなか打点が出てて、スキルも毎ターン500吸収ということで、打たれたら嫌な駒っていう感じはしますよね。で前回のガチャ動画の時にこうざっくりと性能解説していたんですが、エギラリーダーやトーカサタンリーダーなんかと組み合わせるといいんじゃないかなと思ったので、今回はエギラを使います。であとこう個人的にスパルムこれ見てて思ったのが、吸収スキル持ちの中では若干 HP が低めですね。同じようなスキルを持つモルモーなんかは1996ぐらい HP があったりして、もう少し HP あってもいいかなとは思いました。しかしながら、まあ、スキルは強力なので発動すれば強くかなとは思います。ということで、今回このエギラリーダーのマタン吸収デッキ組んできましたので、このデッキで今回は遊んでいきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。L。よし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 。L と渡りの対決みたいになってるな、これ見た目的には渡りなんですけどね、このエギラさんはおじいちゃんなんで。さあこれどうしようかしら、手駒ロック切るか、カルマメイ切るか、スパルム切るわけにはいかない。うん、どうしようかな、手駒ロック切るか、カルマメイ切るか、打ち上げ花火上から見るか横から見るか、あどうしましょうか。カルマメイ切っちゃいましょう。手駒ロックまだ切りたくないみたいなところがある。とりあえず L 打たせましょう。とりあえず L の一発を受けて HP70% 以下を目指したい。目指せ HP70% 以下、いい火力、よし。 C6 にスパルム取るには、いやここのルキアもう撃つしかないや。ベベ引いちゃったんだったらルキア撃つしかない。いやしかし 70% 以下で使えるっていうのは、まあ、後半というかその中盤以降になるかもしれませんが、エギラリーダーなので優秀なんですよ。おおカルマメトップ引きで、カルマメ採用っていうことはマタンの可能性があって、あとそうですね、バイスは持ってないということなので、オッケー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 、一旦ここは春入ります。スパルムどのタイミングで切ろうかしら。次のターンで発動しない可能性はあるな、これあるな。いや発動しそう、1万7500でしょ、発動しそうですね。さあって、いやしかしこれはよしよし吸収して、ただ1個だけ不安要素があって、これ今手駒エギラ上が2枚固まってるんですけど、ラドラとか引いた場合ルキア打たれると厳しい。ルキア打たれるからラドラと、おっと吸収で私に張り合うというのが、なるほど、そうはいきませんよ。私のデッキが本来のこの吸収デッキを、マリオネットドレインを食らいなさい、鏡の中のマピオネット、マピオネットになっちゃいましたねさあどうしますか。相手次のターンにはキャラゴマ4枚になるので、スキルで1600吸収できてからの 1.4 倍がかかるので、ベベ打ってもいいですね。ベベ打ってもいい、640足して2240ベベだけで吸収できますね。いらっしゃいませ。 OK、 コンボが厳しめですが吸収で何とかやっていきましょう。これ C 中打ちます。
シュイン、相手またなんで大丈夫でしょう。で、毎ターン吸収が入るので手駒ロックもあるこちらが優勢だと思います。ホルネウスやばい、いやけど大丈夫、消せる。もうこれとにかくノータイムで消すしかない。ホルネウスはやべえが、いや大丈夫大丈夫大丈夫。ただね、E 打たれるのが一番きついんですよ。だからここの手駒ロックで B 駒を釣りたい。 B 釣れ、 B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 、 ちょっと早すぎるかもよ。 B ダッシュ OK、 頼む B 釣れ、 B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  A B C C で B 引かねえけど、いやでも大丈夫、相手コンボスキルなくなるよね。そう、あ、いやクイーナコンボがあるか、ちょっと待って、おつけ、ラドラ救世主、ラドラメシア、もはや、いやラドラではない、お前はメシアだ、いけ。 D1 の4枚返しさえ耐えちまえばいける。しかし吸収を舐められない。 OK、 この吸収量ここを耐えるしかない。で、角にざれた場合 A さんが通る、大丈夫、おつけ、メシア、もはやラドラではない、お前の名はメシアだ、お前はメシアだ。いや、つなげてきましたが、 OKOK、 これはアルカードが出るのでもう一回吸収できる、もう一回映画を押せ、 OK、 アルカードじゃなかった、むしろイグヤホ素晴らしい、もう一回笑顔咲く、おい強い、よしよしよし、これが不死身のエギラリーダー、素晴らしい、これ飛ばせないだろう、これ勝ったね、よっしゃ耐え切った、ありがとう、いやメシアが来てくれた、もはやラドラではない、今日からあなたのことを私はメシアと呼びます、ありがとうございました。3枚返し、よし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 、いい火力ですね、 OK です。ということでちょっとスパルムの発動は遅れましたが勝てました、ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。神タンですね、いいでしょう。 26,790、 これ手駒ロック刺さりそうな感じですね。刺さりそうなっていうか、ランリア刺さらずに B 駒なんかを釣り出すのに有効な手駒ロックになりそうだ。一旦ここはデルピュネ切っちゃって、で今回3周年の駒を、うん、そう、3周年アルカードとか、あとデリピュネもそうですし、あとね、トーカーベベなんかも入れたりして、手駒周りが渋めな、そんな出来を組んでしまったんですけれども、まあ大丈夫です。後半にかけて強くなるはずなんでね。はい、ベベ引きましたと。どうしようかな、 X ダメマスなんで、ちょっと久々にこの進行いきましょうか。仕打ちします。で、3ターン以内に引きたいですね、スパルムを。冬にはアラクか、まあ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 、まあ、抜かりなく来ましたな。いやでも大丈夫です、いらっしゃいませ、 OK、 自覚あるじゃないですか。でここルキア打っちゃいましょう、よしよしよし、神タンの一撃必殺火力をいかにかいくぐって吸収でどこまで耐えていけるかっていう勝負ですね。さあ来い、ピーチ打ってこい、これで調整置きくるみなんか出たらきつ、おっとちょっと予想外の進行ですね、平行打ち、いやでも問題ないですね、吸収考えるのであれば E3 ベベ打って C1 にスパルムっていう手があるんですが、うん、コンボ打たれる分には問題ないので、いやこれベベ残すか、ベベ残しましょう、問題ない、これでいい、よしよし、吸収します。でここから盤面相手取ってくるっていうのが狙いで、でベベ切ってもよかったんですが、その相手のリーサルを狂わせたいんですよ、なんでベベを残しておきます。でここはちょっと火力出してほしい、ちょっとちょっとでどれぐらいかっていうと、あ、まあちょっとではないけど、まあいいだろう、許容範囲の域ではあるってなると、ベベ打っていた方がよかったかなってなるんですけど、まあ大丈夫でしょう。でこれさすがにここはリンガット消して、よいしょ、ここから毎ターン吸収入りましょう。でセラムも打っているので吸収量は一流ですね、素晴らしい。青根も打ちたかったんですが、次のターンでもなんとかってところですね。ティタこれきっちりですね、でもティタ消せるからまだ満ちゃ、いや言うて痛えな、いやけどどこまで耐えれる、さすがに青根打つ暇ないな、相手のキャラゴマ3体、いや打たなきゃまずいか、打たなきゃむしろまずいか、どうする、 A3 打った場合右上 X 来るから、いやここは青根は打たずに安定行動しよう、まだ生きる、よしよしよし、
例に取ってきたら B4 にあいつが入って、いやきつそうだなこれ。さすがに神タン強いですね。あ、はい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 、なるほど。であればこれ F5 が強いですね。これ助かりましたかね。いやけど助かってはない、実質助かってはないが、まだ戦える状態ではある。いやさすがにこれは吸収打っていかないとまずそうだな。さっきベベ打っといたらよかったかな。結果的に見ると相手のキャラゴも持ったよりないですね。ちょっとさっきのはミス入りましたね。でも青鬼打ちましょう。まだ見せません、まだ見せない。これ実際まだ耐えれる範囲なんですよ、この盤面。フェリペティ行かれても大丈夫です。よしよしよし、まだ耐えれるので、この青根を打っといて、青根のカウンターで倒せるっていうイメージを少しちょっとこの辺でつけておいて。あ、待って、これ E1 打たれたら、いやーですよね、打ちますよね。ちょっと見てなかった、 E1 やばいじゃんって思った今。やばー、これまずいですよ。これは召喚してくれたから吸収量上がったんですが、 F5 打ったら4枚返し出れば F2 しかないか。 F2 打ちましょう。これはアタッカー行かれたら即終了ですね。終了のお知らせ。ここ一発耐えてカウンターうまいこと散らばってくれて物理で倒すぐらいしか勝ち筋ないですね。とりあえずここ耐えるしかない。アタッカー引かないでください、お願いします。いやでも迷ってるってことは引いてないですね。これさては引いてるやないですか。いやでもこれ耐えれる。いや待てよ、これまだチャンスあるか。ここラドラ行こう。メシア、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 ね、バラケロ、バラケロ、バラケロ。いや、メシア、テゴロック、まだワンチャンある。オッケー、しかもバラケル。これまだ勝ち筋ありますね。行きましょう、迷わずテゴロック。ほっ。よしよしよし。オッケー、ベベの吸収強い。いや、これ、まだワンチャンありますよ。そうか、オキクルミしか当たらなかったのか。オッケー。まさかこの状態から勝てるというのか。ちょっとさっき E6 に打ったの、今回この試合プレミアひどかったけど、まだ勝てるぞ。どうする、飛ばせないだろ、次春で勝てるだろ。オッケー、カウント入る。よし、よく耐えたお前ら。まさかファネール君が来るとは思いませんでしたが、危ない、ギリギリですね、ギリギリの勝利です。ありがとうございました。よっしゃ、吸収入って素晴らしいということで、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。夜行リーダー吸収対決といこうじゃないか。しかし吸収ではこちらに分があるはず。国王手間大事、アルカードスタートできる、いいですね。ただちょっとここからは声の大きさを下げてお送りしたいと思います。というのも隣で母ちゃんが寝ています。はい、そういうことなんで、アルカードから入りましょう。夜中に動画撮っているんですが、ね、意外と動画、ハマっちゃったというか、かなり時間が経ってしまったので、スパルムが全然弾けなくてね、こんな時間になってしまったので、はい、オッケーオッケー、スパルム弾いてくれましたね。うわ、いや、これカルマメしてる。てか、今日カルマメの出番なくね。まあいいでしょう。そのわけでちょっと夜中になってしまったので、ここからはこのトーンでお送りしたいと思います。さあこれベルゼとか OK、 これブラジェスレベル調整してますね。ラン調整ブラジェですね。ってことはよしよしよし、これは罠打たれたくないですが、いやこれルキア入れて E3 来い、 E3 打ってくれたらダメージ入って、もしかしたらスパルも発動入るかもしれない。ルキア打たれたくない、ベルゼも打たれたくないので、一旦これはハロカードから入りたい。リッチ、あ、しかもこのオッケーオッケー、この進行美味しいぞ。しかもこれでスパルも発動できる。オッケー、まだ迷いますね。いらっしゃいませ。UFO いいですね。あとはラドラとか、ベベとか、よしよしよし、吸収エスゴマゼを引いていこう。よし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 、マリオネット
鏡の中のマリオネット、マピオの足はマリオネット。でしかも夜行がいるんで、ブラジル三体召喚できないじゃないですか。取れちゃった。いやこれちょっと呪われてるからってミスティアなんか出しちゃってド S 野郎め。えぎらしい。いやけどこれ B 落ちましょう。相手の打てるところ少なくなるだけではなく、空きマスを減らすことでブラジルの召喚を抑える。いやそれでも毎ターン590強いですよ。大丈夫スパルム、自分に自信持って、君は強い。はい大丈夫、役に立ってますよ。ミスティアのコンボってちなみに、なるほど最大 5% ってことはこの場面だと 3% ですね私。なるほどこれいいぐらい出る、悪くない。いや大丈夫、これはカットで良さそうですね。よしよしよし、相手のコンボないのでカード打っちゃってよっ。こうなると相手取れるところあんまりないんですよ。 E6 か A4 かしかない。大丈夫、しかも A4 打った場合、いやアゲハとかやめてくださいね。マピオとの約束だぞ、アゲハはやめろ。ちょっと部分キット部分来るとは思わなかったんですが、でも吸収でなんとかなるかも。メシア、待て、これはメシアでいい。手駒ロックされる可能性ある。もう一回 OK、 最高の稲祭りです。はい、かわいい。よしまだ耐えれる、おつけまだ勝てる、まだ勝てる。どこ来る次、コンボスキルこっち入ってない。てか今結構強かったな、スパルモのコンボスキル。思ったより出ましたね。思ったよりっていうか、相手の HP ちゃんと見てなかったからどれぐらい出るかという計算をしてなかったわけなんですが、さあ春は強い、春よ冬季春よ。やばで、おつけおつけおつけ、まだいける。ここ吸収打ってフィニッシャーさえ来なければいける。はっ、頑張れお前ら。にゅっ、456、2枚が死んで、やばで、おつけ計算しろ。ルクスリアだったらどうする。1800、250、ルックスのライフバーが今3700だろ。だから250出して450。耐えれる、ルックス耐えれる、いける。俺の計算正しければルックスは HP が250のところ、おっ、極力それが確定だ。危ねえ、勝った、消えた、僕の勝ちだ。ベルゼブブもっと早く撃たれてたら完全に負けてましたね。これで終わりだ。オッケー、吸収参る。鏡の中の周りオネッツ勝ちました。大変ありがとうございました。夜中なのであんまり大きい声出せないのが残念ですね。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。3試合全体的に見てスパルムの吸収量半端なかったですね。まあ、そんなね、そのスパルムなんですが、今回使ってみた感想としては、吸収デッキには全然入れてもいいとは思うんですが、ただ吸収デッキ自体がこう序盤から結構吸収したりすると HP の回復があって 70% 以下になるっていう状況がリューパ対面とかじゃないと序盤からではなかったので、意外と上級者向けなのかなとは思います。はい、 HP70% 以下になるように相手のキャラゴマとかその手ゴマを読んでいったりとか、コンボスキルでどれぐらいここ出してくれるからっていう風に先の展開が読めないと運用が意外と難しいのかなとは思いました。ただ、今回紹介したのがこのエギラリーダーでの吸収デッキだったんですけれども、トーカサタンリーダーなんかでも使えそうなので、もしトーカサタンを持っているという方はトーカサタンリーダーで使ってみてもいいかもしれません。サタンの吸収と、そしてこのそうスパルムの吸収で毎ターン1000吸収できるっていうことも、全然ありえるので、てかありますよね。666と500吸収なので最大で毎ターン1166吸収できるので、ぜひ使ってみてください。私はサタン持ってるんですが進化で運用しているので、もし2体目のサタンが当たった場合は10日サタンリーダーのそういうマタン吸収デッキをまた紹介していきたいと思います。では今回はひな祭りスパルムでした。この動画が面白かったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今回この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。